リリー・チャイルズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州生まれの作曲家兼、ジャズピアニストである。6歳からピアノを習い始め、16歳の頃、南カリフォルニア大学によってスポンサーされた、一流プログラムのザ・コミュニティ・スクール・オブ・ザ・パフォーミング、アーツに通い始めた。ピアノを、ジョン・ワイゼンフラの元で、そして、音楽理論を、マリエン・ネ・アスラーの元で学んだ後、 ロバート・リンの指導の下で作曲を専歌と私学主語を受理した。チャイルズは10代でプロとして演奏しており、1977年には JJ ジョンソンクインテッドの日本ツアーのうちに行われた横浜でのコンサートで収録されたのが彼のレコーディングデビューとなる。1978年から1984年の六年間にわたってトランペット奏者、 フレディ・ハバードと演奏をしたことがきっかけとなり大いに注目を浴びる。彼の演奏は、ハービー・ハンコックや、キース・エマー・ソン、そしてチック・コリアに影響を受けている。作曲方面では、パウル・ヒン・デ・ミット、モーリス・ラベルや、イーゴリス・ストラビンスキーに影響が見られる。色い々ろいろな音楽家の影響を受けながらも、チャイルズは常に自分の観念を持っていた。 そしてジャズとクラシックのジャンルでピアニストとして作曲家として彼自身の声を開発していった。1988年、チャイルズは初のソロレコーディングによるアルバム Take for Example This をジャズレーベルのウィンダムヒルレコードから発表したかく評価された。そして Twilight is Upon Us His April Touch とジャズピアニストの肖像を次々にリリースした。 チックコリアとの長期にわたる友人関係がきっかけとなり、チャイルズは所属していたウィンダムヒルを離れ、コリアの新しいレーベルであるストレッチレコードに所属することになった。そして、アルバム、I've No w n v e r s を1995年にストレッチ GRP からリリースした。続き、The Child Within を1996年にシャナキーレコードから発表。 これらの CD は絶版しており入手困難である。2000年にチャイルズはダイアン・リーブスのサラ・ボーンに捧ぐのために編曲、オーケストレーション、指揮を担当した。このアルバムは最優秀ジャズボーカル CD として2002年にグラミー賞を受賞している。その他、チャイルズが編曲を担当したアーティストやプロデューサーにはスティング、クリス・ボッティ グラディス・ナイト、マイケル・ブーブレ、デイビッド・フォスター、フィル・ラモン、クローディア・アクーニャなどがいる。2001年頃にチャイルズは、ピアノとアコースティック・ギターとハープを、主としたグループを作ろうと考えていた。このアイディアは、一部的に、クリスマス・アンド・ザ・ビーズ・オブ・スウェットでのローラ・ニーロと、アリス・コルトレーンとの共同作品や、チャイルズのジャズとクラシック音楽の融合を望んだ。 ことから影響されたものだ。ジャズ、チャンバー、アンサンブルは、その結果である。このアンサンブルは、ピアノ、ベース、ドラムス、アコースティックギター、ハープ、木管楽器を、主に構成されている。時には、弦楽器始終相談や木管楽器始終相談もしくは、両方が加わる。2008年に、彼らの初アルバム、リリック、ジャズ、チャンバーミュージック、 ボリューム1よりリリース。このアルバムは200年度、グラミー賞の3つのカテゴリーにノミネートされた。そして、アルバムの中の1曲である、イントゥーザ・ライトがベストインストゥルメンタルコンポジションを受賞した。チャイルズは8回グラミー賞にノミネートされ、そのうち1996年と1997年の2年間で3回、グラミー賞を受賞。 1996年に発表されたアイブノン・リバーズからザ・スターリーナイトと1997年に発表されたザ・チャイルド・ウィズインからアーロン・エッソングが最優秀インストゥルメンタル作曲として、そしてザ・チャイルド・ウィズインは最優秀パフォーマンスバイジャズグループとしてノミネートされた。2002年にはチャイルズが編曲したダイアン・リブスのアルバム サラボーンに捧ぐからファシネーティングリズムが最優秀アレンジメントアカンパニーイングアボーカリストとしてノミネートされ彼にとって4回目のノミネーションとなった彼のジャズチャンバーアンサンブルは彼の特定した場所で演奏するためにチャンバーミュージックアメリカから大きな補助金を授与された2006年にはリリックジャズチャンバーミュージックボリューム1から イントゥーザライトが最優秀インストゥルメンタル作曲に。スカボロー・フェールは最優秀インストゥルメンタルアレンジそしてアルバムは最優秀ジャズ CD にノミネートされた。この年、チャイルズはイントゥーザライトで最優秀インストゥルメンタル作曲を受賞し、最優秀アレンジメントアカンパニー・イング・ア・ボーカリストをクリス・ボッティのアルバムツーラブアゲ g ンでスティングが歌っている。 What are you doing the rest of your life? により、ギル・ゴールド・スタインとエートル・ペリエラと共に受賞した。2018年、第60回グラミー賞において、最優秀、ジャズ・インストゥルメンタル・アルバムを、リバースで受賞した。また、最優秀、インプロバイズド・ジャズ・ソロにも、ダンス・オブ・シバで、ノミネートされていた。1992年、 グルノーブルジャズフェスティバルチャンバーオーケストラミュージック1993年、ロサンゼルスフィルハーモニックトーンポエムフォーホリー1994年、ロサンゼルスフィルハーモニックファンファーレフォーザユナイテッドレーセズオブアメリカ1994年、モントレージャズフェスティバルコンセルトピアノジャズ。 チャンバーオーケストラ1995年、アクロンシンフォニーオーケストラザ・ディスタント・ラント、アラン・ボルター。コンダクター1997年、アクロンシンフォニーオーケストラコーラス・ジャスト・ライク・ジョブ1997年、ザ・ドリアン・ウィンド・クインテット、エーデイン・ザ・フォレスト・オブ・ドリームス1997年、マンシーニ・インスティチュート・ザ・ウィンズ・オブ・チェンジ2001年、 君部はジャズソサエティイントゥーザライト2004年、ロサンゼルスフィルハーモニック・フォース・ザ・ヌー、ダイアン・リーブス、ボーカル・ソロイスト。ビリー・チャイルズ、ピアノ・ソロイスト2004年、リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ・ザ・フィアス・アージェンシー、オブ・ナウ2005年、ロサンゼルス・マスター・コーラル・ザ・ボイセズ・オブ・エンジェルス。2007年、ザ・アメリカン・ブラス・クインテット・ニ・エレメンツ2007年、 フォンタナチャンバーアーツザパスアマングザツリーズ。ありがとうございます。